今朝のコメンテーター、作家で元外務省主任分析官の佐藤勝さんと取り上げるニュースはこちら。中国、戦時中の強制連行でまた提訴。韓国の原告と集会も開催。中韓連携の対日圧力、いつまで続く。またもや強制連行で、149人がですね、三菱マテリアルを相手取って38億円の損害賠償などを求めて、裁判所にね、訴状を出したという。佐藤さん、中国と韓国がですね、タッグ組んでね、はい、日本に対して、まあ、あの日本いじめと言っていいのかどうか知りませんけども、そういうね、いや、これいじめの段階入ってますね、辛い態度を取るという、これはあの背景はどういうことになってるんでしょうか。大きく言うとね、はい、今回のウクライナとも関係してるんです。そうですか。国際社会のゲームのルールが、条約の約束ことで国家間でこれは解決ですよって言ったって、約束を守るかどうかは別の話だと。そうめん弱くなってきたなと、うん、ならば言わせてもらうと、こういう感じになってると。ですだからこれは、残念ながら負けます。負けます。そして日本は最後までこれ抵抗するべきですね。はそれ抵抗したら最後は、関係の会社の持っている資産が韓国なり中国なりで接収されると、一部、それで、ああ、気持ちよかったと、韓国人、中国人思うんですね。はい。それで終わりです。それ勝手にそう思わせておけばいいでしょ。はあ。それと、海外に出ている韓国人、中国人は非常に数が多くて、はい。そして、いろんなところで、まあ、例えば、性奴隷問題、ね、慰安婦の問題だとか、はい。ここで、いろんな議会で決議がね、なされたりとか、ああいうの、なんで日本のね、国はね、手を加えて見てるんですか。いや、手を加えて見てるわけじゃなくて、やれるだけのことやってるんですけども、負けてるんです。要するに、我が弱くなってる。だから、私はこの種の問題、もう対症療法では無理だと思う。それ特にリスナーの、その子供さんね、お孫さんの世代に、今悔しい思いをしてるんだっていうことをきちんと伝えて、強くなれよと。我々の世代よりもと。これは、日本が強くなる以外の解決法はない。そうですか。これはどんなに表面上の、これこの前のクジラもそうですよね、捕鯨の全面禁止も、どんなに今まで通りの理屈を立てて理を尽くしてもねじ伏せられる。それはどういうことかといったら、弱くなってるから日本は。だってね、嘘がまかり通ってるわけですよ、世界中に。国際社会ってそういうもんですよ、ね、嘘がまかり通って悔しいじゃないですか、はい、だから悔しかったら唯一の方法、強くなることです。あ、で裏返すと、世界中のほとんどの国っていうのは悔しい思いをしながら生きてるわけですね。今まで我々高度成長経済を持っていて、それ世界第2位で冷戦構造の中でアメリカとカチッとくっついていたと、その中だから悔しい思いをあまりしないで済む数少ない国だったっていうことですね。今の日本が置かれて、これからますます悔しい思いをするようになると思うんですけども、それが国際社会の大多数の国のあり方だっていうことなんですよ。でこれ完全に日本舐められてる、うん、舐められてますよね。本当はだから韓国中国ごときは、ねじり返す必要あるんですけども、となると現実的なカードはロシアなんですよ、うんうんうん、ところがロシアと踏み込むことは今の政権にはできないでしょ、関係を。なんかね、安倍さんがですね、安倍外交を独自に展開して、プーチンさんともね5回もあったとか、それからトルコにも2回かさんが行きましたよね、はい、2回が。あそこの政権の、エルドアンさんって言いましたっけ、ちょっとおかしくなってる、はい、なんかこの布石はね、中国韓国、まあ、ものともしないで安倍外交でね、こうきっちりねこう抑えていくんだっていうのは、いいところに石打ったつもりなのが、なんか全体像が見えてきたら、おい日本負けてるじゃんみたいなね、そういう図式に変わっちゃってるんですよね。これどうですか。途中でゲーム変わっちゃったんですね。途中で、ゲームが変わっちゃった。囲碁やってると思ったら途中でオセロになっちゃったと。あ、挟まれてる、色変わりますって言って、こっちは黒打ってたつもりなのに、知らないうちに白になってると、どうなってんだ、いやゲーム変わったんだ、はあはあ、ゲームのルール変わってるんですと、